ジュアン・サークは電撃文庫から刊行されている深沢美潮によるファンタジーライトノベル作品。またはそれを原作にした派生作品の総称。イラストは第1部がおとき戦を、第2部以降は戸部宿が担当している。1996年に電撃文庫で刊行が開始される。同作者の小説フォーチュンクエストの約100年前。 青の聖騎士伝説と同時代の話でフォーチュンクエストの時代で勇者と称えられるデュアンサークの話である。青の聖騎士伝説の登場人物の一部は本作にも登場する。おとき戦おのイラストで8巻までデュアンサークが刊行された後、戸部市区のイラストで続編のデュアンサーク2の刊行が開始されている。漫画化もされており、第1部1から2巻を コミック化したおときたたかおによる漫画と、オリジナルストーリーの木村広樹による漫画が存在する。また、第2部の13巻で完結予定だったが、作者の意向により15巻が最終巻となる。主人公、16歳、レベル2の戦士デュアンサークは、ファイターとなった兄、ゲイリーを死体、冒険者のファイターとなった。そして兵団に入るが、 そこでは来る日も来る日も芋の皮むきや雑用ばかり、挙句くに森の中に置いてけぼりにされる始末。だがそれが彼の人生の転機であった。ベテランファイターのオルバ、美少女魔法使いアニエスとの出会いをきっかけに、デュアンは勇者となる道を歩み出す。ありがとうございます。